はい、こんにちは。車買い取り専門店ジェバー貸し店です。今日はですね、サンバーバンです。もうこれ調子だけ言うとね、6年の2月まで、車検がありますね。ちょっと実装かどうかね、ちょっとねわからないんだけど、実装なのかな。距離がね38,532キロなんですよ。ちょっとね車検証ちょっと後で確認しますけども、実装だったらもういいんだけどね。まあでもね車検証もわかんないからね。でね、もう色あせっていうかね、このなんて言ったらいいのかな、これね水垢跡かな、水垢跡がついちゃって、もうこれ多分取れないんで、でもこれもね本当の現状でお売りします。でもねあんまり売りたくないんですけどね、正直言うとね、トラブルを起こしたくないんでね。ただまあ重捨てパワース、重捨てでしょ、パワー捨てがなくてパワーウィンドもなくて、ただまあねエンジンとかまあ結構なんか静かなエンジン音だし、まあええかなと思ってるんですけどね。外装も本当にその水垢のそれだけなんですよ。なんかわかるかな、こういう線ね、こういう線、こういうのだけちょっと我慢すればね、特にそんなにはあれじゃないんですよね。ルーフもそんなにね変になんかあるわけでもなさそうですし、ちょっと後ろのちょっとよくわからないんだよね。チャイルドロックとかあんのかな、こんな車に。ちょっとごめんなさい、外からは開かないみたいですね、これね。はい、開かないみたいです。内側からしか、右側の後ろのドアは開かないみたいですね。はい、ごめんなさいね。もうこんなのも現状です、すいません。でシートね、これエブリィとかアイノとかちょっと違って乾燥的です。本当にワンタッチです。こんな感じですね、こんな感じで、もう格納できます。で、エンジン確かここにあるんで、蓋があるんでね、その下にエンジンあります。サンバーね、結構人気なんですよ、正直言うとね。多分汚い、もう汚いんで、もうね、洗車も何もないし、もう本当もこのまま、名変してこのまま渡すだけ、だから、込みでね、20万です。もう正直言うときます。もう正直言っても知らないんだけど、20万で売ります。で、よっエアバッグね、運転席だけエアバッグついてるみたいですね。SRS エアバッグ入ってます。で、まあさっき言った通り距離がね、38,532キロ。で、今現状はこういう形になっております。でね、エアコンがね、ちょっとあんま調子悪くない、調子悪いみたいでね、少し効きが悪いのかな。なんかそんなようなこと言ってたけど、まあエアコンはちょっとね、ご自分で修理してもらうみたいな感じで思ってください。ラジオ付きです。でもラジオはつかないと、はい、電源が入ってないですね、はい、電源つながってないみたいですのでお気をつけください。でね、今このピーピー言ってるのはドアが開いてるからピーピー言ってる、その警告音です。で、あとミッションですね、ミッション、はい、やっぱりね、ちょっとこれちょっとやりづらいな、このねスバルのこのミッションね、はい、僕はあんま好きじゃないんですけども、はい、いう感じです。まあそんな感じかな。まあ別に見ることそんなないでしょうね。まあちょっと、もう現状販売でねさせていただきますんで、まあエアコンがねもうちょっと調子悪いってことでね、そこだけ頭入れてください。はい、以上です。現場からは以上です。ただね、車買い取り専門店ジェバー貸し店です。お電話番号ね、0789393070です。じゃあね、この動画で少しでも良ければいいねボタン、またチャンネル登録の方もお願いいたします。さあ、竹島社長でした。失礼いたします。